杉並区民の皆様、こんにちは。初めての方もいらっしゃると思います。杉並区議会議員の4期目に立候補いたしました山本明美、無所属でございます。これまで12年間にわたりまして様々なことをさせていただきました。36回の一般質問、それぞれに研究を重ねて調査を重ねて、区政へと提言を続けてきました。そして今ご覧いただいているこの木曜サバ会という、看板を作ったんですけれども、まず区民の方からの、ご意見要望、そういったものをしっかり受けたまわる機会を定期的に作っていこうということで、12年間にわたりまして85回の木曜サバ会を開催させていただいています。明日は特別に県の選挙期間中に、開催をするところなんですが、でこういった区民の方からお話をいただくことで、これまで区政に具体的に提言に続けてまいりました。でその一番大きなことが中央図書館の改修だったんですね。で中央図書館の改修というもの、最初区では、衛生工事という空調と照明とエレベーターの改修工事を予定していたんですが、でこの機会にしっかりと今後30年以上にわたって区民の財産として利用をしていただけるように本格的な改修を目指してほしいということを、1年半ぐらいかかったんですが、途中からは他の区議の、ご賛同もいただきながら、最終的には大変大きな予算17億円という予算を、区の方でも、工事に使っていただいて、大規模な、改修工事が終わって本当に多くの方にご利用いただいているというふうに聞いています。でこういった改修、なぜ私が提言をしたかというと、もともと20年間住宅の設計をしていました建築士なんですね。なのでどうしても区の中の区民の財産を作ってほしいという思いがあって、そんなに簡単に改修とか改築とかできないですから、もっともっと時間をかけて使っている方のご意見も伺って、いい形で費用を使って作っていってほしいということをずっと提言もしているところです。でその他に、これは私の食材の意識もあるんですけれども、2008年頃地球温暖化 の, ニュースが随分ありました。でその頃インテリアの設計をしていましたので、そういう意識もなく照明ですとかカーテンですとか、アレンジをしてたんですけれども、実際は白熱灯を多く使ったり、そういう照明のプランをしてたということもあって、これまで自分がやってきたことがちょっとやはり地球温暖化には拍車をかけてしまってるんじゃないかと、そういう意識もあって、区政においても何か具体的なことを提案できないかといつも考えてました。で省エネの住宅、杉並区は8割が住宅の土地ですから、お一人お一人 の, 建て方をやはり省エネ住宅を目指してほしい、まずそういうものがあるということを知ってほしい、でそれを知っていただくための機会を行政として責任を持って作っていってほしい、そういうことも訴えてきました。でなかなかやはり個人の財産に対してのアプローチになるので、今のところまだ杉並区でも重い腰という感じなんですけれども、やっぱりそうこうするうちに、今回岸本区長にもなられて、しっかりと自治体だからこそできるということをやらないと地球温暖化へ止められない、そういったまだまだ本当に足りないというふうに思ってます。でこれから全力で4期目を目指してということで、本当におかげさまで、3期12年間さまざまな方から陳情ご要望をいただいてきました。で行政の狭間にある場合の、ご相談事多いなと、まだまだ行政の方で杉並区の方でやるべきことがあるという具体的な課題も多くお預かりをしています。でもともと区議になったのは緑豊かな環境を子どもたちに残していきたいという市民活動をしていたのがきっかけでした。でそのことをやはり例えば公園であるとか道路の街路地であるとか住宅地の宅地内の緑であるとか、量だけではなくて質を目指していく、で住みやすい杉並区、暮らしやすい杉並区というものをもっと実感していただけるように、縁の下の力持ちになってならせていただきたいという思いでございます。杉並区の基本構想の土台にですね、 SDGs ということの考えを入れていってほしいと提言して実現をしています。
でなぜなら SDGs というと何か身近ではないように感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですが、地域でご活動されている方、子どものための方とか、さまざまな活動をされている方の横のつながりを SDGs ということでつなげていかないいけないのか、そういうことも考えています。本当に地域杉並区のマンパワーを生かしていきたい、反対運動もいくつかあるところなんですが、ぜひとも賛成運動、これいいね、あれやっていこうっていうような意欲的なことがしっかりと市民活動でできるような区になっていってほしいなということで活動しています。ありがとうございます。